Your radio station. FM Naha. Okinawa Business Satellite.沖縄県内の法人は約2万5000、昨年だけで1800社もの会社が誕生しています。この番組は企業率全国トップの沖縄県で中小企業サポートに励む3人のコンサルタントがビジネスに役立つ情報をお届けします。毎週ゲストに県内の経営者をお招きし、開発秘話や大ピンチ話などぶっちゃけ話を聞き出します。うちなんちゅうの皆さん、あなたがよく知っている商品や会社の裏話、聞いてみたくないですか？皆さんこんにちは。沖縄ビジネスサテライト、本日の代表 MC は私、株式会社キャリア&スタディーズブランディングアドバイザーの矢崎智子と、副代表 MC は組織人材コンサルタントの伊波直子がでお送りいたします。はい、はい、ではではまずは、はい、簡単に私たちの自己紹介から始めましょう。私は企業のブランディングを設計するのが仕事です。例えば企業スローガンコピーやロゴを作るというのもその一つなんですが、人の頭の中に出来上がるブランドイメージというのはもっと多くの要素から作られています。商品コンセプト、ブランドストーリー、キャッチコピー、 SNS、 パッケージデザイン、コールセンターで使う言葉の一つに至るまで、企業がユーザーに向けて発信するすべての表現に関わって世界観を作り管理していくのをお手伝いしています。はい、では副代表 MC の伊波はですね、私は企業の人に関するあらゆる課題を改善して事業を活性化させるコンサルタントです。まず会社の理念とかビジョンに沿って人が目的意識を持って働ける組織を構築します。組織に会社の夢と働く人の夢がリンクするところを作ることで、企業と働く人が勝手に成長するようになります。根本的な改善をするのでリバウンドなし、人が経費ではなく継続的に資産になるのが得意なところです。はい、沖縄ビジネスサテライト、今日はこの2人が番組をナビゲートします。よろしくお願いします。早速ゲストをお呼びしましょう。本日のゲストは沖縄茶壇自然開園株式会社常務取締役の上地勲さんです。こんにちは。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、早速なんですけれども、上地常務の会社は何をされている会社でしょうか？ラジオをお聞きの皆さんにご紹介、御社のご紹介をお願いいたします。はい、ありがとうございます。うちの会社はですね、沖縄の海水を汲み上げて純粋な県産 100% の海水園を作っている会社になります。で、会社名が沖縄茶壇自然開園と言います。はい、創業はいつになりますか？創業は2000年の4月で、今期で19期目になります。19期目、長いですね。はい、ありがとうございます。はい、創業者は今現在の代表の方でいらっしゃるんですか？いえ、弊社はですね、もともと茶壇町の有志の方々が立ち上げた会社で、その後株式会社南方が2008年の4月に南方が引き継いで今に至ってます。南方というと、あのベニーモタルトの、そうですね、はい、お菓子の、はい、塩チンスコベニーモタルト有名ですよね。有名ですよね。ありがとうございます。そこが株式を全部持ってます。あ、そうなんですね。はい、ということは、上地常務も南方の元、そうですね、元南方とか、はい、今も南方というか、はい、茶壇の方に出向になってもう6年目になります。そうなんですね、わ、はい、かりました。じゃあ、もしや南方のお菓子にも
このお塩が使われている、はい、ということです。塩ちんすこうだったりいろんなお塩を使った南方からの商品も出てますので。ああ、そういう関係なんですね。はい、あ、わかりました。今現在の詳しい、御社のサービス内容を教えていただけますか。ですね、弊社は、海水園を作っている以外にも、お水の宅配であったりお塩の卸し、そういったのをいろいろとさせていただいております。で、うちのお塩のメインで 150g のお塩があるんですけども、その塩は県内外で約5000個ほど販売、月々ですね、販売させていただいております。それってこれのことですか。はい、そうです。あ、じゃあちょっとあのラジオのお聞きの皆さんは見えないかもしれないんですが、 あそこですね、こっち、うん、こっちそこ、あ、私の、はい、そうです、これですね。これが今おっしゃったそうです、ね、県内の量販店とか観光土産品店にすべて、これよく見ますよね、このパッケージね。見ます、スーパーでも、ね、私も購入してます。 ありがとうございます。すごい消費者がこっちにいらっしゃいますね。それでは、そもそもこの、会社の創業は、まあ、あの前の会社の、はい、ということになるんでしょうけれども、ね、きっかけとなったのはあのどんなところだったんでしょうか。あの継がれた、ですね、はい、弊社が引き継がれたんですよね、はいはい、引き継ぐ時にはですね、あの茶炭の塩を使って、塩チンスコーというのを作ってたんですね、はい、そのきっかけで引き継ぐことになりました。あ、塩チンスコーのつながりで、はい、ありました。その当初、経営はうまくスムーズに統合というか、はい、スムーズに進みましたか。なかなかいろいろ苦労しました。うーん、正直、お塩とお菓子だとどうしても営業の展開が違っていて、うんうん、最初は簡単に考えてたんですけど、簡単に考えてたんですか、はい、結構厳しい状況がありました。例えばどんなところが、ですね、うん、本当に長年お菓子の営業をしてたので、うん、お塩の営業も同じような形なのかなと思ってたんですけど、うんうん、お菓子は食べてしまうとすぐリピートが来るんですけど、うん、お塩は1回買ってしまうと1年以上持ってしまうので、なかなかそこら辺が、はい、読み切れずにちょっと営業で売り上げ上げるのに苦労しました。うーん、じゃあその、茶炭海園さんから発売した時の売れ行きとか周囲の反応とかはいかがでしたか。当初はですね、うん、茶炭自然海園は、主婦の皆様の料理のお供を目指してたんですけど、うんうん、安かろう悪かろうっていうイメージがあまりにもついていて、うん、一つ一つ一軒一軒説明しながらですね、うん、そのなぜ安いのかというのを説明しながら、うんうん、県外県内の方にも説明してやっと分かっていただいたような状況です。うーん、なるほど。その一度使っていただくまでの工程を、ね、はい、そこが一番苦労しました。なるほど、ね、ではあの軌道に乗ったという感じに思われたのはどのくらいですか。いやいや、まだまだ軌道には乗ってないんですけども、ま、もっともっと日々精進しないとなかなか厳しい状況です。まあ、どんなことを改良したり工夫したりとかいろいろされたのか、ちょっともう少し詳しく教えていただけますか。ですね、改良、うちの場合どうしても後発なので、うん、いろんな商品開発をして営業に伺わないといけないというのの改良をさせていただいたのと、うん、先ほど話した通り、あの自社の良さをいろいろと説明させていただきながら改良していきました。この、安かろう悪かろうってさっきおっしゃってたところなんですけど、はい、そういうところを どのようにあのそのイメージを変えられたんですか。はい、うん、ですね、なぜ説明されたってことですね。ありがとうございます。なぜ安いかというのを説明させていただいて、うん、私どものお塩は他のところと違って海水を汲み上げる作業をしてないんですね。で、海炭センターという沖縄の生活用水を作ってるところから海水を購入させていただくことができるんです、うんうん、それをさせていただくので他の種類よりは安価なんですけども、うんうん、ミネラル豊富な本当に 100% 純粋な海水塩ですよということを説明させていただいて、うん、一軒一軒口説いていきました。うーん、なるほど。ではこのいろんな工夫や努力の甲斐あっての今なんだと思うんですけども、はい、今日の副代表 MC の伊波さんから何かご質問などありますか。はい、あのそういうちょっともう市場が出来上がったところからの、はい、これまで何かこう大きなチャンスとかこの天気とかっていうのがあったんですか。はい、本当に毎日がチャンスだ天気だと思いながら考えてはいるんですけども、うん、ここ最近での天気はですね、産業支援センター様のお力を借りて、うん、去年補助事業をさせていただいたんですけども、うん、そこで
いろいろな推しを作らせていただいて、いろいろな方に出会わせていただいたんですよ。そうすることによって県外の営業展開がちょっとずつではありますけど、うまくいくようになりました。そうなんですね。皆さんのお力添えというか、そういう制度もお使いになられて、はい、そうですね。逆にこう、これは危機だったなっていうようなこととかっていうのはあったりするんですか？危機っていうのは毎日危機だとは思ってるんですけどそういうふうには一応考えずにですね、ピンチはチャンスだと思っていろいろどうすればピンチをチャンスに変えられるかっていうことで日々考えながら営業に励んでます。あ、ね、昨日危機管理はまあしながら、でもそれにフォーカスするんじゃなくて、そうですね、こうね、前へ前へと行かれてるっていうことなんですね。一番の危機は本当に沖縄に雨ばっかり降ってると、先ほど言った回転センターが作動しなくなるので、そうすると調子を作れなくなるので。ああ、そうなんですか、はい、雨だと作業ができないんですか？雨だとどうしても、雨が降ると沖縄の水が余ってくるんです。そうするとその回転センターが動かなくなるので、そうするとうちで海水を買い上げることができない。そのための危機管理ということで、今ちょっとタンクなり何々を集めてます、うん、今回は特に雨が多かったので。そういう自然のね、すごく影響があるお塩ですよね。はい、ね、経営者として今入られて、はい、6年ってお伺いしたんですけど、何かこう仕事で喜びを感じられるところっていうのはどんなところなんでしょうか？もうナッポの時も一緒なんですけども、やっぱり商品ご購入いただいて、お客様から感謝の手紙だったり、そういうのをいただくときには本当に作っててよかったなっていう気持ちになりますね。すごい、感謝のお手紙までいただいたり、はい、ありがとう、また購入したいという手紙もいただいたりもします。そうなんですね。何かこうその中でこう経営なんです、なんか気にかけてることとか、経営者としてこれはやってるよなんていうことがあったら、難しいんですけども、もう本当に会社に利益を上げて社員の生活を豊かにすることを考えてます。そうじゃないと、また社会にも貢献しないといけないんですけども、まずは会社が利益を上げないと社員の給料も上げることできませんし、その奥にいる家族のことも面倒見ることができないので、そこはもう常々考えてみんなのためにやってるつもりです。まだできてませんけど、はい、そうなんですね。なんか矢崎さんからもご質問あれば。そうですね、例えば仕事とあまりこれは関係ないなと思えて、はい、実は仕事や経営に役立っているなと思われるようなことってありますか？ですね、いろんな集まり、また一番大切なのは人だと思うんですけども、うんうん、私の場合ですね、いろんな集まりあるんですけども、うん、極力仕事に関係ない集まりでも呼ばれた会合にはなるべく出席するようにして、そこから仕事につながるのも結構あるので、どうしても最後は人だと思ってます。なんか誠実なお人柄が、ね、今日実は ね、 伝わってきますよね。すごい伝わってきて、なんか多分仮面かぶってます。いやでもね、ピンチはチャンスってさっきおっしゃってたところで、はい、大抵今までピンチのところ危機ありましたかって言ってね、やっぱりなんか何かしらこうあるんですけど、そう思わないようにしてるっていう、その多分鈍感なんですね。いやいやいや、そのね、超前向き、ね、ポジティブ思考がやっぱすごいんだなって、なんかもう安、ちょっと他の天然の塩より私も店頭で安いので、はい、これはなんでだろうと思って、ちょっと本当に疑問だったので、今日そういうエピソードをお伺いできて、はい、すごく、あ、なんか身近に使える天然の塩ってすごいなって、ね、そうですよね、そう言ってもらえると本当にありがたい。やっぱその説明、商品の説明というか、はい、なんでこうなのかって背景が分かると、ね、やっぱ買いやすいですよね、はい、どうしてもバイヤーさんまでは伝わるんですけども、うんうん、エンドユーザーにこれをどう伝えるかがやはり難しくて、うんうんうん、ちょっとずつではありますけど、普及活動みたいな感じです。そうですね、なんかせっかくだったら本当にエンドユーザーにぜひ伝わるとすごくなんかいいんじゃないかなっていう、はい、ね、エピソードです、ではちょっと仕事を離れて、はい、常務の趣味など息抜きとかそういうのはね、誠実なこのお人柄の趣味は、ご趣味は何でしょう？あんまり趣味っていうのがないんですけども、どうしても私お酒が好きなので、お家で晩酌することが一番なんかくつろげるという、趣味とは言わないんですけども、
もっといろんな趣味持ちたいとは思ってるんですけど、なかなか忙しくて動けてない。晩酌が一番の、はい、安らぎの場ですね。でもここはやっぱり南方さんだから、コーヒーとお菓子とそれがやっぱり一息つくっていうところじゃないんでしょうかね。前もって言ってもらえればすいません、ちょっと気づきませんでした。いえ、あの、そこが正直なね、本当に本当に、そう、なんかもう、ね、なんかなんで盛らない。ナンポさん、あの、お菓子をもっと楽しもうって言ってますよね、はいはい、キーワードね。ぜひナンポのお菓子もたくさん食べてください。よく私、あの、 CM をよくね、あの、拝見して、ね、なんておっしゃっているのかな、メッセージはって思ってる、はい、最近お菓子をもっと楽しもうっておっしゃってる、はい、ここはやっぱりそこを言わないと。次から気をつけて。次また呼んでください。いや、そうそうそう、冗談ですよ。では、何か今ビジネス上でとか、まあ、困っていることや、あの、課題なんかはございますか？言える範囲で結構なんですけれど。課題はもう山積みなんですけども。山積みですか。でも、どういうんですかね、一つ一つやっぱりクリアしていかないといけないので、何がという課題、やっぱり売り上げ上げるのをここ 2,3 年で、うん、あの、県外の売り上げを倍にしたいんですね。それをやるためにいろいろ普及活動してるんですけど、なかなか伝わ、後発のために伝わっていかないっていうのが課題ですかね。県外へもっと PR、はい、していく、そうですね、引き続きも営業していくしかないので、そこがちょっとまだできてない課題です。でもなんかさっきの良さ、なぜ安いのかも含めてと、はい、あとパッケージもすごくか、ね、沖縄の海とか、なんか女性らしさとかがあるので、ね、他の州にはない、はい、なんかこう、ね、素敵なパッケージなので、沖縄らしい、なんかそれも、ね、後でじゃあ、ね、はい、ながら、このデザインも矢崎さんにちょっとお力借りて、あ、実は、はい、多少内緒でしたけど多少ね、はい、爽やかな感じで素敵。では、はい、せっかくですので、せっかくのラジオの放送なので、はい、本日これだけは告知しておきたいっていうようなことがあったら、ぜひお願いします。告知というまでもないんですけども、はい、私どもの塩、いろいろと県内県外でも発売してるんですけども、それ以外にもお水の、サーバーを営業もさせていただいておりますので、ぜひですね、お家、家庭、またその他でも、あの、水のウォーターサーバー必要な方があればご連絡いただければと思いますので、お塩はですね、こういうお塩からいろんな塩が、あ、出てますね、こういう塩、これが一番多分県内ではよく拝見されると思うんですけども、さらに新しくサンゴの塩も今出しておりますので、これもちょっと県内の観光土産品店では結構出てるんですけども、サンゴを使った天ぷらに塩になりますので、ぜひそれも使ってみてください。これね、スタンドするから使いやすいんですよ、主婦としては。 ありがとうございます、ね、それもデザインの時に皆さん、主婦のパートの主婦の意見を聞いて、うちのこの塩って、普通のより間口が広いと思うんですけども、あ、横にね、そうですね、あれ見えるかな、これなぜ広いかというと、沖縄の方はスプーンで取って、あの、料理しないんですね、手づかみなので、これだと手が入らないんですよ。その主婦の意見を聞いて、この塩にして手が入るようにということで、でもバイヤーさんには怒られますけどね、フェイスたくさん取るからって。あ、でもエンドユーザーにはすごい嬉しい、 そうですね、それの知恵だったので、お気遣いです。私も使いやすいです、はい、そうですか、はい、今のは、YouTube の皆さんは、でご覧になっている方は今パッケージがちょっと映ったんですけれども、はい、このパッケージを覚えていただいて、買っていただければなと思います。ぜひお願いします、はい、量販店とかに、ね、そうですね、はい、はい、わかりました。では告知ありがとうございました、はい、それから常務、本日は特別にリスナーの皆様に素敵なプレゼント、はい、があるとか。ありがとうございます、はい、先ほどお話しさせていただいた茶炭の塩のセットを3名様に、はい、これですかね。そうですね、ごめんなさい、この写してもらっていいですか。3点セットは3点かな、たくさんあります。3点セットを3名様にプレゼント、ね、プレゼントさせていただきますので、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。では、このお塩欲しい、3点セット欲しいと思われた方は、早速メールでご応募ください。メールでの応募方法を申し上げます。タイトルはおきびじプレゼント応募として、郵便番号
住所、氏名、年齢、職業、お電話番号、プレゼント商品名をお書きください。応募用のアドレスを申し上げます。 okibisi@fmnaha.jp です。応募期間はこの放送から2週間です。10月2日の火曜深夜0時まで有効です。どしどしご応募ください。またこの番組は YouTube でも配信していますので、 YouTube FM 那覇で検索チェックしてみてください。今読み上げた応募用のメールアドレスも載っています。はい、それでは最後になりました、はい、皆さんにお伺いしてるんですけれども、はい、常務にとって経営とは何でしょうか。経営とは難しい質問なんですけども私が考えるのは、はい、常に企業が成長し続けることだと思います。どうしても現状維持では社員の給料上げることもできませんし、新たな手を打つこともできないので、現状維持だと衰退だと考えながら日々、うん、仕事してます。なるほど、わかりました。いえいえ、こちらの方が本当に誠実なお人柄と、ね、責任感というところもすごくなんか感じる。もっと褒めてください。今度じゃあお酒の席で、はい、ぜひ。それだったらもっとよく喋る。その時録画しましょうか。怖いですね。はい、ね、勉強になりましたね。ありがとうございます、はい、じゃあね、これで、はい、今週の、沖縄ビジネスサテライト、本日は、沖縄北谷自然海園株式会社植地常務にお越しいただきました、はい、貴重なお話どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。では今日もいいお話が伺いましたね。はい、なんかちょっとワイワイしましたね。ワイワイしました。じゃあさて、今日の、ね、おきびじキーワードには何を選びましょうか。毎回ゲストとお話の中から、ゲストとのお話の中から言葉を拾って、はい、ビジネスのヒントや激励になればと思ってるんですけども、矢崎さんいかがですか。そうですね、今日のお話で何か印象に残ったところというと、やっぱりその安かろう悪かろうのイメージを、どのように 納得させるかというか、買うきっかけというかを作るのかっていうところがすごくやっぱ難しいところですよね。プライシングの難しさでももちろんありますし、例えばもうその価格とその 品質のバランスというか嬉しいギャップっていうのは、うん、やっぱ例えばユニクロさんなんかはもう確立してるじゃないですか、うん、安いけど、うん、もういいものだっていうふうに、ん、みんながもう、うん、分かってる、うん、なのでそういう納得のさせ方って絶対あるし、ニトリなんかはお値段以上ね、お値段以上ってあれ、ね、文字に書くとお値段以上って書いてあるんですけど、お値段以上っていう価値が安いけれどいいものだっていうことをちゃんとお値段以上ニトリって言ってるじゃないですか。 ああいう感じのことだと思うんですよね、うんうんうん、ウィッチさん常務のところのお塩って、だから安くてもまあ、お手頃価格だけどとてもそれには訳があるし、いい訳があるし、嬉しいギャップの品質がいいっていうところ、うん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 、この辺を説明をこう いかにうまくするかだかなっていうふうに思いました。ありがとうございます、はい、ではすいません、最後に、うんうん、MC からの告知のコーナーになります。うんうん、私が代表の株式会社キャリア&スタディーズでは、企業のマーケティング担当者を育成するマーケ塾を定期的に開いています。若手社員の方から役員クラスの学び直しまで役立つ構成となっていて、頭がこう自然とマーケ志向に変わっていきます。10月もありますので、詳しくはキャリア&スタディーズのサイトをご覧になってみてください。はい、ありがとうございます。
では、この番組は沖縄の企業を元気にする、組織人材開発の、伊波直子と、はい、株式会社キャリア&スタディーズの提供でお送りしまし た。というわけで次回も、はい、水曜、10時半、沖縄ビジネスサテライト、来週も素敵なゲストをお招きしてお届けします。それでは次回もあの人に学ぼう、おきびじ で、 ちょっと時間が余っちゃったかもしれません。ではでは。楽しいをちょっと見せて最後に